皆様、こんにちは。今日はですね、H2 のパタパタノイズの正体、深掘りと世界の OTH レーダーについてお話ししたいと思います。OTH についてはご存じない方もいらっしゃるかもしれませんが、 アマチュア無線化であれば、ロシアのウッドペッカーノイズは聞いたことがあるかと思います。しかし、最近、新たなレーダーノイズが 7MHz や 3.5MHz のアマチュアバンド内に出現し、無線更新の障害になっておりました。ビデオを作成している時点では、6.8から 6.9MHz 付近や 7MHz の CW バンドの下の方で確認しております。えー、前回 OTH に関する動画では、OTH レーダーの概要を説明し、Google や 中国版 Google マップの衛星画像を使って実際の送受信アンテナを確認いたしましたが、今回の動画では前回の補足説明とともに深掘りを行いまして、中国以外のロシア、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ブラジル、イラン、 フランス、インドについても調べてみました。まずあの OTH とはですが、通常のレーダーでは探知ができない地平線、水平線を越えた距離にある軍用機や空母などを探知する能力を持つレーダーシステムであります。で、今回の動画では、えー、以上の4項目でご説明させていただきます。1、OTH 概要説明2、表面波レーダー3、後方散乱レーダーそして最後に、えー、9カ国の状況 をお話ししたいと思います。まず概要です。えー、OTH は、まあ、前回の動画でも説明しましたが、えー、2種類ございます。地表波レーダーと後方散乱レーダーになります。地表波レーダーの方は探知範囲は300キロ以上、で垂直偏波アンテナにより海上面に HF 帯の電波を放出して、 船舶や航空機等の探知が可能とな,なっております。で、一方 OTHB、広報散乱レーダー。これはまあ、電離層に反射、まあ、正確には屈折ですね。させて使うレーダーですけども、同様に HF 帯を使用しまして、探知範囲は1000から4000キロ。地上波レーダーではカバーできない広いエリアを監視することが可能になっております。それでは、あの、地上波レーダーについて、 ご説明いたします。これがあの、地上波レーダーの概念図になります。電磁波が表面波として効率に電波するノート頭半電波と呼ばれる現象を利用しております。で、垂直変波の電波が湾曲した 海面にに沿っってて伝わって地平線の彼方にある物体を探知いたします、えー、この図の通り、こちらが送信アンテナ、受信アンテナ、そしてここ地球ですね。で、これが、あのー、水平線になりますけども、300キロ以上の検知範囲を持ってまして、オーバーザホライズンにある、この、航空機や船舶を探知いたします。これは、あの、前回の OTH に関する動画でも、実際にあの、Google マップで見に行った4ヶ所の 地方派レーダー。中国にある地方派レーダーの場所になります。で、この赤い点が地方派レーダーの位置ですね。中国のこのそれぞれ台湾のすぐ、ここ台湾なんですけども、すぐそばにこう並んでおります。台湾とこのアンテナって言いますか、大陸の距離は一番近いところでは、まあたい100マイル。ここの部分をまあ拡大しますと、 アンテナ、送信アンテナと、ここ受信アンテナあり,ありまして、それぞれの距離がまあ大体3キロぐらい。で、これがまあ送信アンテナ、受信アンテナ。これはあの前回でもお見せした通りです。で、次に後方散乱レーダー、バックスキャーター。 あレーダーですね。で、うん、同じくあの、概念図描いてみました。送信アンテナ、受信アンテナ。で、この子が水平線、地平線ですね。え、さっきと違いますのは、地表波ではなくて、えー、電離層に、 跳ね返して、で、その電離層を跳ね返した電波が物体、まあ、航空機、船舶に当たった反射波を電離層経由で受信アンテナで検出するということになります。その検出範囲ってのは先ほどの地方波は300キロ以上ですが、こちらのタイプはたい1000から4000キロ。電波の特性上、ブラインドゾーンが発生するわけですけども、まあ、ここのエリアというのは先ほどの 地表派レーダーでカバーするというのと、もっと近い部分ですね。これはあの通常の X バンドのマイクロ派のレー,バーレーダーで、えー、探知ができるということで、まあそれぞれのレー,ーレーダーを使ってカバーするというふうな形になります。これも前回の動画で、えー、見に行った通りなんですけども、まあ3箇所あると言われてるんですけども、そのうちの2箇所 は見つかるんですけども、3カ所目はちょっと分かってないです。一つは湖北省のシャイアン、それからもう一つは内モンゴルのパオ投資っていうとこですね。次に OTH の優位性ということで簡単にご説明したいと思います。まあ、OTH レーダーというのは、 その電磁層や環境条件に依存しますので、あと物体の大きさに乗っても探知能力は大きく変化いたします。しかしまあ、最近の電子技術の進歩とともに解析技術が飛躍的にまあ向上しまして、以前よりもはるかに高度な探知が可能になってきました。OTH e は他のレーダーと比べて費用対効果が高いというふうに言われています。 おります。と言いますのは、広範囲の航空機や船舶の動きを常に監視する場合というのは、通常レーダーで探知できない場所に関しては、まあこういったドローンとかですね、早期、 警戒完成機を飛ばす必要があるんですけども、OTH レーダーであれば24時間稼働しますので、偵察機に代わる早期の警戒システムとして、24時間監視、機能できるということが優位性としてあります。次に、各国の OTH レーダーです。前回の動画で中国のサイトを にお見に行った時に OTH レーダーはアメリカとロシアと、えー、中国だけですというふうに書いてあるそのままを言ってしまったんですけど実はあのたくさんございましてですね9カ国見つかりましたのでその内容をざっくり説明させていただきますでまず中国ですけども、まあ、これはあの先ほどまでの説明とかあの前回の OTH のまあビデオでご説明 いたしました通りですが、補足としてまあ注目すべき内容というのは、中国メディアによると、空母や軍艦だけでなく、岩国基地、ここに配備されているステルス戦闘機 F35B を探知できるということです。あともう一点は OTH レーダーは、欧米諸国が中国に提供を禁じている技術の一つですが、中国は独自に開発して、まあ、実戦配備した。 ということのようです。次にあの、ロシアです。こちらの画像、これはあの、いわゆるウッドペッカーのところを Google マップで見に行ったところですね。ドゥーガというシステムですけども、これはあの、10メガワットを超える非常に強力なシステムで、まあ、かつてハムからはあの、ラシアウンウッドペッカーと呼ばれていたもので、よくご存知かと思います。ドゥーガというシステムは、その、ウクライナ SSR、現在のウクライナの チェルノブイリ近郊と東シベリアのチェルニホフに設置されておりました。しかし1986年チェルノブイリ原発が爆発しました。で、デューガはその時原発からわずか10キロのとこにありました。で、デューガは1976年から1989年まで稼働していたとのことです。次はあのラ、ロシアの最近の状況です。こちらはですね、 オーネットという、まあ、2020年の記事ですね。これポルトガル語で書かれている記事になります。で、このオーネットによりますと、えー、まあこれタイトルなんですけども、ロシアはレーダーを設置してヨーロッパ全体を監視しているというタイトルで、2019年にモスクワのなんと600キロに位置するモルドビア共和国でコンテナと呼ばれる最初のレーダーが 稼働を開始しました。タス通信によりますと、2代目のレーダーがカリーニングラード地方ですね、に間もなく設置されるであろうと報じました。まあこれ2010年ですから、もう稼働しているかもしれないですね。コンテナと呼ばれる次世代レーダーというのは、半径3000キロ以内の航空機やミサイルの発射飛来を観測することが可能のようです。で、次にあの、アメリカです。アメリカはですね、冷戦の終結とともに、ほとんどは稼働停 私。 したということです。まあ、2007年までにはもう撤去が完了して、ただサイトの建物や設備インフラはそのまま残されているということで、ま、こういう写真が見つけることができます。参考までにですが、この OTH レーダーっていうのは当時どういうレーダーかと申しますと、2つ分かってるんですけども、FPS118 の送信出力が1メガワットですね。探知距離は1000から3000キロとされているということです。TPS 71、 ROTHR というのは、まあ、だいたい1000から3000キロの範囲をカバーして、 で、まあ、その後、倉庫に移設ということで、稼働はしておりません。次に、オーストラリアです。まあ、オーストラリアも調べるまではちょっとわからなかったんですけど、これ実際にあの、Google で見に行って、キャプチャーした画像になります。オーストラリアは、ジンダリーオペレーショナルレーダーネットワーク、略して JORN というレーダーで、これはあの、3つの OTH レーダーシステムからなっておりまして、で、オーストラリアの北部1000から3000キロを監視しています。まあ この辺にあるんですけども、システムがこのエリアを監視,、えー、監視しているということですね。JORN は BAE ォーク127型以上の大きさの航空機やアーミデール級の巡視船、えー、以上の水面上の船舶を探知できるように設計されているということになります。これがあのアーミデール巡視船であって、これが BA1。 いい、ホーク、127っていう戦闘機なんですけども、まあ、あの、意外とこんな小さい物体でも、まあ、検出できるんですね。次にブラジルです。このブラジルはですね、YouTube に、あの、OTH0101 ゼロレーダー、YouTube に出ていますので、まあ、詳しくはその IACI t の YouTube ビデオをまあご視聴いただければと思います。これもですね、Google で、えっ、ー、と、私が見に行った、あの位置になります。海岸沿いですね。で、このレーダーは沿岸から200海里370キロ離れた船舶まで追跡できる能力を有しているということになります。まあ、詳しくは、あの、こちらのサイトを見に行っていただければ、さらに よくわかると思います次にイランです。イランはですね、あるサイトでは、イランがレーダーを開発したとあったんですけど、原点を見に行きますと、イランはロシアから少なくとも4台の OTH 広報散乱僕レーダーを購入した。購入ですね。ですから、イランはロシアから購入したということで、この位置もですね、実際に私が見に行ってキャプチャーした写真です。このレーダーというのは、セファー。これ、ペルシャ語でスカイっていう意味らしいんですね。ソラと、そのレーダーと、クアディールって読むんですかね。この意味は、まあ、オールマイティ。 ペルシャ語でオールマイティ、全能という意味ですけども、東南アジアの広い範囲をカバーして、イラン上空を重複してカバーすると。イメージちょっと私書いたんで、こんな感じでセファーとこのクアディールがカバーしてるという、こういうイメージですね。で、2014年に稼働を開始して、2015年には2期目、近い将来3期目のシステムがリリュースされる予定ですということですけども、 まあ4台が全て稼働すればこういった形でそれぞれ重複してですね、レーダーによって このエリアを監視できるというシステムのです。次にカナダです。カナダは1984年に、まあ、あの、OTH の研究が開始しましたが、2007年に、その電波障害を懸念して運用は停止されました。しかしですね、2010年に HFSWL、OTH レーダーは低コストで排他的経済水域の監視を行うことができるということで、まあ、その見直しが行われまして、だ 男性世代の HFSWR システムが開発されたということです。ちなみに、あの、この、ここにある EEZ ってのは、排他的経済水域のことでありまして、え、漁業や、これはご存知の通り、石油とかの天然資源の採掘や、科学的な調査活動を自由に行うことができる水域ということですね。 はい。次はフランスです。で、フランスはですね、そのストラディバ、ストラディバリウス研究プロジェクトによる、えー、ノストラダムスという新しい表面レーダーがありまして、えー、370キロまで監視する能力を 持つということです。あの、さすがフランスであの、おしゃれな名前がついておりますよね。2015年からフランスの地中海沿岸で実証事件サイトが稼働しているという ことのようです。で、ちょっと地図見に行ったんですけども、フランスの地中海沿岸ってのはそんなにないんで見に行ったんですけど、ちょっと見つけることはできませんでした。最後にインドになりますが、アルファディフェンスという情報サイトによりますと、LRDE、電子レーダー開発事業団は OTH のプロトタイプを開発中です。DRDO、これは国防研究開発機構の研究所では、システム設計はすでに完了して、現在はプロトタイプの 実証試験段階に入っていいるということですこれで最後になりますけども、OTH に関する私の,あの説明は以上ではありますが、えっと、皆さんいかがでしたでしょうか。これらはあのネット情報をもとに簡単にまとめたものなのですけども、いくつかのウェブサイトを比較したり、オリジナルの出展情報を見に行くと、 やっぱ間違ってる記述もあるんですね。で、従いまして、まあ、今回の私の内容につきましても、ほんのご参考程度に見ていただければ幸いです。この動画をちょっと作成中にですね、各地の WebSDR ってございますよね。あの、Web で見られる SDR。まあ、これをつなげて、その発信値を特定ではないんですね。推定する方法がね、わかりました。 次回の動画をご期待いただきたいと思います。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。Thank you for watching.